こんにちは、ホタルです。今日からですね、シーズン6に入っているサーバーでは番外殲滅戦というのが始まりました。番外向上戦に近いやつではあるんですけど、個人で挑戦するやつですね。こういったマップですね、場内マップになりますんで、まあ、そこはご注意が必要なんですけど、にこういう配置で敵がいまして、このすべての敵を何分何秒で殲滅できるかっていうのを競う、イベントになってます。ボスというか強敵が、まあ、この舞台だけ先鋒打ってくるんですけど、90万とか戦力ありますので、なかなか強いですね。で、あとは、8万とか14万5千とか、そんぐらいの、戦力になってます。で、基本的には、1日1回ですね、イベントの画面に行ったら、挑戦権ですね、ここの、挑戦権が1個もらえて、あとは昼の宝玉ですね、のところで1個ずつ、もらえるので、1日3回までは挑戦できるようになってます。で、もっと挑戦したい場合は、あれですね、商店の方で、1回あたり100小判で買うことになります。で、商店の方なんですけど、これですね、さっき言ってたやつが。で、1日10個までの制限があるのでご注意ください。で、こちらがですね、報酬を豪華にできるパスみたいなやつですね。これの数の分だけ、報酬が豪華になっていくっていう感じですけど、1個1000小判で、まあ無償で買えるのはいいんですけど、なかなか大変ですね、買っていくと。なんか欲しい商品のところまで行くための数数えてみると相当な数になるんで、って感じですね。で、あとは、無償小判で2500で、平価玉がそれぞれ100と75ですね。これ3がないの注意してください。を、買えます。で、あとは、こちらのですね、もう設計図の武器のやつとか、こういうのですね、が入ってるやつ。で、まあ、なんか最近よく出てますけど、この抽選ですね。12.5% ずつ、天武900が出て、50% はあまりさんが出るっていう、抽選箱っていうのも買えます。で、あとは、これですね、挑戦パスとか、即期間パスっていうのがついてる、まあ、だいぶ高いんですけど、それがあって、で、これ使うと、もう何回でも挑戦できますっていうやつですね。で、この即期間パスっていうのも、何回でも即期間できますっていうようなアイテムですね。で、即期間の方はですね、5枚配られてますんで、まあ、それが、尽きたらもう自分のを使うしかないっていう感じなので、まあ、必要に応じて、まあ、無償、名称投与所30と、優勝小判ももらえますんで、まあそこら辺を、必要かどうかっていうのを考えて買うのもありかとは思います。で、ですね、報酬の方なんですけど、まあ一回ちょっとテストでやってみたんですけど、2分43秒でしたね。で、ちょっと左から見ていきますけど、まあこんな感じで、その左側は、手形みたいなの買わなくてももらえるやつですね。ですね、まあ利権の箱が、4分のところにあって、3分半のところにもあって、っていう感じなので、まあこの2分半のところまで私は行きたいなとは思ってるんですけど、まあ行けるかなっていう感じですね。はい。で、まあ最後はこんな感じになってます。で、最後は2分ですね。2分切ったらもう全部もらえるっていう感じになってます。で、無償小判1000で買える手形みたいなやつですね。を、これ、いっぱい買っていかないといけないんですけど、1個目でここら辺とかいう感じで、あるんですけど、これをつらつら見ていくと、まあ、大体ですね、まあ、6個で名称が5枚もらえるとかですね。そのすぐ手前に平価玉の3の箱が15個あるとかですね。があって、で、あとは、12でこのシーズン6の SSR 確定のチケットがもらえるとかありますけど、まあここら辺ですかね、6と12ぐらいが区切りなのかなと思いますけど、まあ、6でも6000小判、12だったら12000小判いりますからね、ちょっときついですね、これは。で、この抽選とかいうのはこの装備の強化用のやつですね。で、SSR のやつですね。選べる特別投与状箱 S4 っていうのがありますけど、これ14枚名称投与状、もしくは、
SSR 確定シーズン4のやつですね。になってます。なんで18もちょっと区切りにはなるのかなと思いますけど、これが最後ですね。ってなってますんで、ちょっと私は小判で6も買わないかなと思ってます。はい、順位の方で、上位に入ってる20位以内の領主が使用している率が高い武将っていうのが見れますんで、まあ、特に大将ですね。大将のところは参考にできるかと思います。陛下とかも出てますんで、うちのサーバーだと、この二人多いな。って感じですね。で、それから順位報酬なんですけど、まあ、タイムとかが出てますけど、これはうちのサーバーでの話で、1位とかは名称15とか、ここの2つもですね、まあ、地味に嬉しいというか、小判で買うのしんどいんで、っていうのはもらえますね。3位以内まで入るとフレームがもらえます。10位以内だと10枚とかで、って感じなので、まあ、10位以内はちょっと入れる気がしませんので、まあ、今のところなんか80何位とかにいますんで、まあ、目指せて50位以内かなって思ってます。まあ、50位以内もきついと思いますけどね。はい。そんな感じの個人報酬とかもあります。はい。で、こちらが私が1回目やってみた、編成になります。こういう編成で一度やってみました。ホロが3の鉄砲が2ですね。これで2分43秒初回のやつですね、が出たんで、まぁ、ちょっとテストのつもりで動画は一応撮ってるんですけど、そっちを後で流そうかなと思います。まぁ、なんか詰めてたら、もう少し上がるかなと思うんですけど、まぁ、なかなか難しそうですね。まぁ、でも個人で、やれますんで、結構、まあ、なんか、納得いくまでというか、まあ、好きな時間帯に、チャレンジできるのもいいかなと思います。ただですね、戦状態の時はできなくて、で、部隊が出撃中もできないので、一旦部隊を戻さないとチャレンジできませんので、そこら辺はご注意ください。それと番外向上戦と同じようにですね、士気の影響とか、大名家政策の影響とか、自分がいる城の、領地、城の領土内、軍内だったら、強化が得られるとかあるじゃないですか。ああいうのとか、大名家政策とかも無効になるので、そこら辺はちょっとご注意ください。まあ、ただ、工場戦のマップ内でやりますんで、工場系の、技能とか、強化とかは入りますんで、そこら辺は、ご注意くださいって感じですかね。はい。ということで、ちょっとあとは、プレイ動画をちょっと流して終わろうかと思います。2分半切るのをちょっと目指してやってみようかなと思いますけど、なかなか厳しそうですね。この期間中に、舞台を強化して、で、それで、切れたら嬉しいかなとか思いますね。まだ鉄砲の方の、陛下レベルとかが11、12とかなんで、もうちょい強化ができますんでっていうのはありますんで。はい。それでは、動画を流して終わりにしようと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。ものども、一点集中で受け！ただひそかけに敵上へ攻め入れ！我が意を示す。一兵も逃がすな。人は堀、人は石垣、城攻めとは人攻めよ。これは面白くなりそうだ。眼前の戦に集中せよ。五分の勝負。竜の激鱗に触れたな。お主の見立て覆してやろう。サインに溺れ編纂を怠った結果だ。でかい城ほど燃えてくる。
勝敗は、これは面白くなりそうだ。お主の見立て覆してやろう。愛に溺れ編纂を怠った結果だ。我が意を示す。一兵も逃がすな。目ざまた出過ぎた。野放を破り前田刑事参る。戦う前に勝負。良い戦だった。やってやる。お主の理想も信念も軽いわ。今はさらば。イシャモン天の旗を掲げよう。屈するな。折れれば負けぞ。戦う前に勝敗は決しておる。お主の見立て覆してやろう。愛に溺れ